ベースメイクの粉末について解説いただきます。どんどん色が変わってきた ね、はい、うるっとツヤ肌と上品セミマット肌をご紹介。スッとスライドさせるようにこう押せていきます。すごい綺麗に今均一についてる。皆様ビューティー体験へようこそ。資生堂ビューティーコンサルタントのみおとひなです。よろしくお願いいたします。今日はマキアージュで作るベースメイク術をご紹介していきたいと思います。ここ横浜みなとみらいにある資生堂の研究所 S パークから研究員とお届けしてまいります。ベースメイクがどれだけ綺麗に仕上がるかでポイントメイクも変わってきます。そのベースメイクの粉末について研究員に解説いただきます。こんにちは。こんにちは。こんにちは。ベースメイクの研究をしている福井です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。早速ですが、光によって肌の見え方が違うって感じたことはありませんか？強い日差しの下だとちょっと白っぽく見えたりしますよね。室内のライトとは違うからあれって感じることもありますよね。その原理は肌に乗せたファンデが強い光を浴びて光を強く反射、散乱するからなんです。そこで開発したのが光の強さによって粉末の色をコントロールする技術。こちらが肌を模したものになります。光をコントロールする粉末を肌を模したものに塗っていきます。室内の光だとこのように肌に馴染んだ色になります。ここに強い光を当てていきます。あ、でもなんかどんどん色が、変わってきましたね。変わってきたね、はい。ここに強い光を当てたのですが、粉末が落ち着いた色に変化しました。これは強い光が当たると粉末が落ち着いた色に変化することで反射する力を弱め明るさを抑える。一方、室内に入り光が弱くなると粉末は本来の色に戻り光をそのまま反射します。粉末が光をコントロールしちゃうなんてすごいですね。すごいですね、はい、室内でも外でもシチュエーションが変わるたびに何度でも色が変化する技術なんです。こういった実験を見るのは初めてだったので驚きがありました、すごい変化が分かりやすいので、大変勉強になりました、ありがとうございます。ありがとうございます。では技術が分かったところで、次はベースメイク術やっていきます。マキアージュで作るうるっとツヤ肌と上品セミマット肌をご紹介していきます。まずは私からうるっとツヤ肌をご紹介していきたいと思います。うるうるとした肌が最高に色っぽいツヤ肌アイテムはこちらです。マキアージュドラマティックエッセンスリキッドです。今日はですね、目から下につけていきたいと思います。肌にピタッと密着するようなファンデーションなので1点ずつ置いていきます。はい、で1点置きましたらこちらのファンデーションブラシを使用して伸ばしていきたいと思います。で1点置いたらその位置からこうカバーしたいところですねはトン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 と置くようになじませていきます。すごい綺麗に今均一についてる。ここ毛が密集してるので、かなりこうカバーしたいところはしっかり、ファンデーションを乗せてくれて、こういったちょっとフェイスラインですね、に向かってはこうブラシをスーッと滑らせていただくと薄くつけることもできるので立体感のあるベース作りが完成できます。小鼻の部分ですね、毛穴が気になる部分などはこういったブラシはくるくると動かしていくとしっかりこう凹凸を補正してくれるので、結構小鼻はうまくつけられない人多いので、はい、ブラシでこう入れていただくと綺麗にフィットして、すごい小鼻脇も綺麗につけられるので、ブラシで使っていただくのもおすすめです、はい、で額などはブラシを滑らせていただくとこう薄くつけることができるのでツヤ肌に仕上げることができます。でさらにこううるっとした仕上がりに見せたいのでマキアージュドラマティックチークカラー RD422 で血色感を出していきたいと思います。頬骨の高い位置に滑らせるようにさせていただいて、まあ、チークカラーはなじませていきます。で上のハイライトはこの頬骨に沿ってなじませていただくと、これでうるっと色っぽいツヤ肌の完成です。続いて上品なセミマット肌を仕上げていきます。厚塗り感を避け薄膜で素肌っぽさを失わないベース作りがポイントです。大人のセミマット肌に仕上げるのにくすみを飛ばす下地を仕込んでいきます。使用するのはマキアージュドラマティックスキンセンサーベース EX トーンアップです。テカリ・カサつきを防ぐ崩れ防止下地です。肌の色をワントーン明るく補正する光のラベンダーベールで清潔感のあるベースに仕上げます。今頬にスキンケアのみつけている状態になりますのでそちらにつけていきたいと思います。
どうですか？明るくなりますよね、一気に。明るくなりました。そうで、私あの目の下がすごく暗く感じやすい肌の色なので、この三角の部分はしっかりとやっぱり明るさは出していきたいので、ここを中心につけていきます。あ、全然違いますよ。そうなんです、肌がこう一気にこう明るさを感じるような仕上がりになっているかと思います。では続いてマキアージュドラマティックジェリーコンパクトで仕上げていきます。押していただくと、はい、押していただくと取れるので、ポンポンと上を乗せるように広げていきます。で、頬の部分は軽くこう乗せるようにしていただいて、フェイスラインはスッと伸ばすようにつけていきます。で、小鼻周りはこの先端を使って細かく、今回上品なセミマット肌になりますので、ちょっと少しだけ頬の部分もう少しカバーしていきたいと思います。重ね付けしていきます。フィットしやすいスポンジの形なので、細かいところも綺麗に仕上げることができます。はい、上品なセミマット肌に仕上がりました。ではその後にひなちゃんが一緒につけていったんですけれども、はい、マキアージュドラマティックチークカラー OR423 を使用していきます。ちょっとこう血色感のあるヘルシーな肌に仕上げていきたいと思います。はい、指の腹を乗せるようにスライドして、頬のこの高い位置ですね、スッとスライドさせるようにこう乗せていきます。ただチークの部分を広げるように指の腹で優しく伸ばしていただいて、でこのハイライトの部分も乗せてトントンと、いかがでしょうか？すごいオレンジのカラーがフレッシュな感じで、はい、すごい血色感が出たかなと思います。ツヤ肌とセミマット肌の完成です。なんか全然違いますね、仕上がりがやっぱ違うもんね。はい、印象がかなり変わったかなと思います。ぜひ皆様もやってみてください。今回のビューティー体験がいいなと思った方は高評価とチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次回のビューティー体験アット研究所でお会いしましょう。ありがとうございました。